神奈川県立オークス高等学校は、神奈川県横須賀市小木野に所在した公立の高等学校。1980年、地域からの要望で創立された。創立30周年を間近にした、平成21年度から県教育委員会の指定を受け、多名高校、カマリア高校と共にクリエイティブスクールとしての教育活動を展開している。 すべての授業を30人以下の小人数で行い、基礎的な学力を養う総合基礎や社会人としての素養を養う社会実践、朝10分間の朝学習等を必修にしている。入学者選抜は独自方式で前期選抜、後期選抜ともに学力検査を行わず、中学校からの調査書の5段階表情も判定資料としない。 前期選抜の募集割合は80%と従来の県立高校の募集枠の上限50%を超えて募集している。前期選抜の面接の参考とする自己 PR 書の提出は求めず、事前に公表する課題に対するレポートを出願時に提出し、面接の中で1分程度のプレゼンテーションを行う。後期選抜では面接に加えて、 自己表現活動という独自の試験を実施している。校舎は一般的なものであるが、中庭がヨーロッパ風に作られているのが特徴である。また、正門の正面にはクスノ木が植えられており、シンボル視されている。京急栗浜線三崎口駅、三浦海岸駅、YRP 伸び駅、JR 横須賀線逗子駅、木の笠駅などから、 横須賀市民病院方面への京浜急行バスにて、鹿島下車徒歩7分、市民病院前、下車徒歩9分、林下車徒歩15分。ありがとうございます。